今日は楽天の三木谷さんとバプロ系 YouTuber について解説したいと思っています。最近ね、楽天の三木谷さんがいろんなところでね叩かれてるんですよね。ご存知ですか？まず一つは楽天の経営状態が良くないんじゃないかってことについて、もう一つが三木谷さんが陰でしていること、若いね女の子たちとか他の人に対する、まあ、態度振る舞いに対してねいろいろ言ってる人がね増えています。例えばホリエモンのような人っていうのがこの楽天グループの経営状態についてねいろいろ言っています。でバプロ系 YouTuber が三木谷さんが陰でしていることについてああだこうだ言い始めてるんですね。で僕個人としてはですね、まずその楽天の経営状態詳しく知らないですし、僕はね三木谷さんほどの当然ね経営手腕はないですし、むしろ楽天トラベルとかね楽天ショッピングとかを使わせてもらっている一ユーザーに過ぎないので、そもそも楽天の三木谷さんの経営手腕がどうこうってね言える立場じゃないですね。2つ目、三木谷さんが陰で誰にどういうことをしているかっていうことについては僕は当然ね見たり聞いたりしてませんので、そこも言う立場にはないんですね。ただこれ以上三木谷さんを叩かない方がいいっていうのは全く別の視点からねお伝えしたいと思ってます。ぜひこれをあなたご自身のことにね当てはめて聞いてもらいたいんですね。2チャンネルの創始者ひろゆきさんもね、もうこれ以上三木谷さん叩かない方がいいんじゃないかっていうね動画を出していますけれども、まあ、切り抜きが出てましたね。ひろゆきさんの主張を引用してその上で僕個人のね見解をお伝えしたいと思っています。まずひろゆきさんはこれ以上三木谷さん叩かない方がいいよ。どうしてかっていうと、仮に三木谷さんが無一文になったところであなたの給料が増えるわけじゃないでしょうと。仮に楽天の三木谷さんがお金を失ったとしてもあなたの給料に一切反映しないって言ってるんですよ。だとしたらこれ以上叩いても意味がないでしょって言ってるんですね。ところがオンラインサロンのメンバーの方だと思うんですけれども、いやいやそうじゃないと、精神的に得をしているって言ってるんですね。でそれに対してさらにひろゆきさん言ってます。精神的にも得をしてないと、むしろそこで精神的な快楽を得ようとしていることの方がマイナスなんじゃないかって言ってるんですね。さらにひろゆきさん面白いのがですね、猿の実験の話をね持ち出してます。どういうことかというと、猿の頭にこう電極を仕込んでおいてペダルを踏んだら気持ちよくなると、そういう風に仕込んでおくと猿どうするかっていうと、ペダルを踏んで快楽を得ると。で猿は死ぬまでペダルを踏み続けて最後は衰弱して死んじゃうって言ってるんですね。それを見て猿ってバカだなと思うのか、それ俺のことだと、自分はそれやっちゃってるわって気づくかどうかっていう風にひろゆきさん言ってるんですね。つまり何も得られないのに気持ちいいから続けると言ってね最後は衰弱して死んじゃうってことなんですね。つまり人を叩いて精神的な快楽を得たところで不毛な堂々巡りで何も得られないよねってことなんですよね。ここは理屈でなんとなくわかります？その上で例えば僕たちのようにね脳の使い方を変えてね人生を変えようと思う人たちはここでねもう一歩踏み込んで考えてもらいたいんですね。例えばじゃあリスナーの方がね、いやいや精神的に得をしていると、でひろゆきさんはそれに対していや実は何も得をしてないよねって言ってます。ここをもう一歩踏み込んでリスナーがいや精神的に得をしていると言った場合に、いや実は何も解決してないよね、こういう風に捉えたらどうなります？どうしてかっていうと、リスナーが精神的に得をしているって言った時に実は何も解決していないよねっていうことなんですよ。どうしてかっていうと、妬むという根っこが残ってるんですね。嫉妬という根っこが残ってるんですよ。あなたがその妬みという根っこの正体に気づいてこれを手放さない限り何も解決しないよねってことなんですよ。仮にね楽天の三木谷さんがしくじって崩壊してそれを認めてね謝罪したとします。でどん底に落ちてあなたの期待通りにねなったとします。無一文になり、あるいは離婚をして、あるいは実刑を食らって、あなたはすっきりしてその時はね一時は気持ちよくなるかもしれないですよね。満足するかもしれないです。ところが楽天の三木谷さんが破滅することとあなたの人生が良くなることっていうのは全く因果関係がないんですよ。全くそうですよね。ひろゆきさんが指摘しているのがまさにここなんですよ。楽天の三木谷さんがしくじろうがあなたの人生が良くなるわけじゃないですよね。楽天の三木谷さんが無収入になったところであなたの給料が良くなるわけじゃないですよね。そういうことを言ってるわけですね。大事なのはさらにその先、その奥なんですね。仮に一時あなたは精神的な得をしてその時はねすっきりしたとしても、また日頃のフラストレーションが溜まっていきます。どん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 溜まっていきますよね。するとあなたは次のターゲットを探し始めます。そしてけしからんと、芸能界やめろと、けしからん、スポーツ界やめろと、けしからん、政界やめろと、フラストレーションをぶつける相手を探し続けちゃうんですね。これ堂々巡りしてるの分かります？炎上やスキャンダルっていうのはこの繰り返しなんですね。そうやってペダルを踏み続けて衰弱してね死んでいく猿のように、あなたは延々と不毛なね誹謗中傷し続けて衰弱して死んでいくわけです。暴露系 YouTuber っていうのはこの類であって、これに乗っかって喜んでいる人たちっていうのも同類ってことなんですね。週刊文春や暴露系 YouTuber やヤフコメや2チャンネルのね匿名による書き込み、全てこれ同類なんですね。不毛
毛な猿が存在し続ける限り炎上もスキャンダルもなくならないんですよ。スキャンダルが起きるから炎上するのではなくて、不毛な猿たちがペダルを踏み続けるから炎上もスキャンダルもなくならないんですね。不毛な猿たちがペダルを踏み続けることによってスキャンダルや炎上を生み出し続けてるんです。火のないところにね、無理やり煙を起こしてでもやり続けちゃうんですね。なぜかペダルを踏みたいからです。つまり自分は何も変わらずに他人を叩くことによって快楽を得たいんですね。ところが自分がその不毛な猿であることに気づかないんです。自覚がないんですね。自覚がないまま他人を叩けば叩くほど自分の人生が1ミリも良くないっていうことを自覚し続けて、自覚がないまま他人を叩けば叩くほど自分の人生が1ミリも良くないっていうことを確認し続けるんですね。そして自分を蝕み続けます。これがブーメランってやつなんですね。じわじわ真綿で首を絞めるように病気が悪化していって、人間関係が悪化していって、経済的にも悪化していきます。最後は八方塞がりです。何を隠そう、僕がそうだったんですね。常に叩く相手を探し続けてフラストレーションぶちまけてました。炎上やスキャンダルに乗っかって叩き続けてたんですね。不毛な猿と同じようにペダルを踏み続けてたんです。暴露系 YouTuber がいくらね一時注目を浴びてお金を稼いだところで、所詮この不毛な堂々巡りに過ぎないので、長い目で見れば得をしているどころかね、破滅に向かっているっていうことに気づいてないんですね。そしてね、かつての僕のように実名で暴露する勇気すらない人間は、その炎上とかスキャンダルに乗っかってね、匿名で一緒に叩き続けて、次のターゲットを探しては堂々巡りをし続けるわけですね。叩かれた人ってのは単なる流れ溜めに過ぎませんから、もちろん叩かれる側にも原因はありますけどね。この不毛な堂々巡り、負の連鎖、ネガティブな無限ループ、こういうものに自分が陥っているってことにあなたが気づいていますかってことなんですよ。いくらね頭で分かっても、あ、そういうことかと、あ、自分それやってたわと腑に落ちて気づかないと回復しないんですね。僕もそれをずっとやってました。だから自分で自分の首を絞めて、最後は借金、絶縁、寝たきりになったんですね。ですからね、僕はその楽天グループの経済状況がどうとか、陰で三木谷さんがどうとか、そういうことではなくて、今のようにね不毛な堂々巡りをして、最後は自分で自分の首を絞めるから、これ以上ねもう三木谷さんのことを叩かない方がいいんじゃないかなと思っているわけです。もちろん叩かれる側にはね、それなりの理由がもちろんあるんですよ。落ちたところあるんですよ。それでもその上であるんですけれども、これがいわゆるブーメランなんで、自分に戻ってくるんですね。ですから人を叩いてね快楽を得るといった不毛な堂々巡りをするんじゃなくて、しっかり自分と向き合って、嫉妬、その根底にあるものの正体、これが一体何なのか、その正体を明らかにして手放して、自分を変えて自分の人生をより良くしていきましょうねっていう話です。もっと言うと、暴露するのは人のスキャンダルではなくて自分のその嫉妬の正体ですからね。他人を叩いている場合じゃないってことですね。自分のその嫉妬の根っこ、正体は一体何なのか、そこを明らかにして堂々巡りをやめましょうね。そして人生を変えていきましょうというお話でした。脳の使い方に関してはこの動画の備考欄に僕の本がね試し読みできるリンクを貼っておきます。 Amazon ではすでに完売していて、もう販売しておりませんので、中古で買うとね4000円も5000円もします。高いのでくれぐれもねそういうの手を出さないようにしてください。試し読みをしてもらった後に僕の公式サイトの方から正規の値段で新品で買えますので、ぜひねそちらからご注文ください。一緒に脳の使い方を変えてね人生変えていきましょう。これでダメなら諦めろ。